ジャッキー・チュンのスター・ジャッキー・チュンは、香港の歌手、俳優。アンディ・ラウ、アーロン・クオック、レオン・ライトともに四大天皇と呼ばれ、一時代を築いた。家信の称号を持ち、マスコミでの彼の取り上げ方も、家信バリ学ともが、通例となっている。学校を卒業後、一旦、香港貿易発展局に就職し、その後転職を経て、 キャセイパシフィック航空の従業員だった1984年に香港の各地域から選出された素人による歌唱選手権大会の全港18区業用歌唱被災に友人から誘われて香港と東,東部地区代表で出場して優勝し t v b のスタッフによる紹介でポリグラムの所属歌手として1984年12月に契約 翌1985年4月にプロ歌手デビューを果たした。デビューアルバムのスマイルは約30万枚のヒットを記録し、抜群の歌唱力から一躍人気歌手となった。しかし、1987年からの数年間は発売したアルバムが売れず、商業的に不振に陥っていたこともある。1989年頃からはレスリーちゃんが 歌手活動を休止したのに変わる形で、前述の3人と共に4大天皇として人気を集め、現代に至るまで不動の人気を獲得している。一方、デビュー直後から映画俳優としても活動し、1989年には今すぐ抱きしめたいで、第8回香港電影金属を進む最優秀助演団優勝を、1990年にはスーズマン、 県市列伝で第27回金馬進む最優秀助演団優勝を受賞しており、現在に至るまで精力的な活動を続けている。2005年9月12日開業の香港ディズニーランドのアンバサダーを務めテーマソングを歌っている。2006年9月12日には1周年のセレモニーにも参加した。2006年12月にカタールドーハで開催された第15回。 アジア競技大会では、開会式で大会のテーマソング、Together Now を披露した。2014年でデビュー30周年を迎えたが、香港だけではなく、アジア全域で広く活躍を続けている。2018年4月に、中国厚生省南昌市で行われたコンサートで、会場に設置された監視カメラの顔認証システムで、指名手配犯の検挙に貢献したことが話題となり、 同年のコンサートで約100人もの逃亡犯の大量逮捕ができたことが称賛されてほがみの愛称が加わった。ありがとうございます。